はい、こんにちは、こまるです。今回は久しぶりにポケモン対戦の方をやっていきたいと思います。で、まあ私ね、2ヶ月以上ね、ポケモン対戦やってなくて、まあ最近ね、ずっと色違い厳選の方ばっかりやっててね、対戦の方なんて全く手をつけてなかったんですけど、まあね、今ね、伝説ポケモンが使えるルールがね、今月いっぱいまでとかいうことだったんで、まあこの機会にね、伝説ポケモンと戦っときたいなということで、まあね、今まで通り、ポリゴン、ポリツー、ポリゼット、この3匹だけを使ってね、レートの方に潜って、で、まあ、伝説のポケモンとかね、まあ、そこら辺戦っていきたいかなと思っておりますということで、まあ、今回はね、ちょっと伝説ポケモンじゃないんですけど、まあね、次回以降はね、伝説ポケモンをね、3匹だけで倒す動画とか上げていくんで、よかったら今後のね、動画とかも見てくれるとありがたいですということで、まあ、今回は一応、久しぶりにね、レート潜って、まあ、今のね、ルール、ダイマックスなしのルールになって、まだ一戦も戦ったことなかったんで、まあ、刀出しの初戦の動画と、あとね、もう一個はちょっと面白い感じのね、まあ、ガラル3長とのね戦いが取れたんで、まあね、これを動画にしていこうかなということで、まあ早速ね、対戦の方に行きたいと思います。はい、じゃあ早速1戦目の方やっていきたいと思います。まあ1戦目の相手はまあ伝説ポケモンいなくて、まあ久しぶりの対戦だったんでね、ちょうどいいかなということで、まあとりあえず3匹でも勝てるんじゃねえと、うん、格闘タイプもね2枚しかおらんし、まあなんかメタグロスとかいますけど、メタグロス出されたらめちゃくちゃやべえなとかね思いながらも、なんかいけそうな気はしたんで、とりあえずね、まあ基本的にこの構築所でポリゴン投げとけば、まあなんとかなるような感じの構築なんで、初手身代わりさえされなければって感じなんですけどね。まあ大体ポリゴン初手投げる構築なんで、まあとりあえず初手ポリゴンで残り2つはどうでもいいんでね、まあ、適当に2匹選んだって感じで、まあ、対戦よろしくお願いしますということで、まあ、対戦の方やっていきましょう。で、まあ、多分ね、相手ショットは格闘タイプのどっちかって感じで、まあ、エルレイルが来ると、まあまあ無難ですね。まあ、基本的にこのこの構築はノーマルタイプしかいないんで、とりあえずね、インファイトとかそこら辺を適当に連打しとくだけで、まあ、抜いていくことできるっちゃできるんでね、はい、上からまあ格闘だとりあえず打っとくだけで勝てちゃうよみたいな構築にはなってしまっているんで、ノーマルタイプしかいないんで、まあね、格闘タイプ来るだろうっていうのは分かったんですけど、まあとりあえずね、ここは電磁波から撃ったんですけど、相手はなぜか催眠術と。まあ基本的にね、まあ格闘技打ってくるかなと思ったんですけど、なんか催眠術普通に打ってきましたね。ポリゴンに催眠術打つとかどんだけ用心深いんかいって感じではあるんですけど、まあ基本的に私のね、ポリゴン、ポリツー、ポリゼットはね、意識高いんで、まあ一発で起きてくれるだろうと私信じて、ここは電磁波打ってます。で、ここね、ワンチャン起きなかったりとか、電磁波外したりとかした場合は負けが確定するんで、いや負け確定ではないけど、まあめちゃくちゃ厳しい状況に追い込まれるんで、まあここはね、まあ多少運ゲー感はあるんですけど、まあ電磁波ね、起きて当ててくれると、しっかり当ててくれる、これがね私のポリゴンです。ここで当ててくれて、まあ一応ねこのポリゴンは CS ぶっぱ、うん、素早さね、まあ素早さ結構振ってるんで、麻痺入れたらね上取れるようになってるんで、まあここは高画で打ったって感じですね。イカ様でも良かったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、ここ風でタスキとかあったら嫌だなということで、まあ、タスキ削るっていう意味で、まあ、とりあえず、ここ風打ったって感じですね。で、まあ、ここは無難に、まあ、ポリゴン2、ん?ポリゴンは倒されたんですけど、まあ、電磁波入れて、まあ、タスキの可能性もね、潰してくれたんで、そんだけで仕事としては十分といったところですね。で、ここでまあ、ポリゴン Z ですね。今回のポリゴン Z は、一応ザシアン倒すように作ってて、まあ、倒せないんですけどね。こいつ1匹だと倒せないんですけど、まあ、一応ね、倒せるように調整してて、HC 物販の控えめ個体ですね。 S21 だけ4かな、努力値的には4振って素早さ実数値1だけ上げてるって感じの、まあ、ポリゴン Z になってます。これでね電磁波入った、ま、ザシアンをね確定で抜けるようになってるんで、スカーフとかじゃない限りね最速ザシアン抜けるようにしてます。でここシャドーボール打ったんですけど、ここはねあのトライアタックと威力変わんないんで、どっち打っても変わんなかったんですけど、なんとなくシャドーボール打ちたくなったんでシャドーボール打ったって感じですね。まあここは一応ねコジョンドと対面しちゃったんですけど、一応ねコジョンドの飛び膝蹴りとか耐えるんですよね。そう耐えるんですけど、あのコジョンド特性再生力とかあって、まあタスキの可能性とかもあって、あどうしようかな、こう突っ込んだら倒せるんやけど、まあちょっとまあね、なんかねタスキとかで耐えられたりとかした場合後々きつくなりそうなんで、ここはねポリツーに一旦引くっていうのにしましたね。まあ基本的にコジョンドは弾かタスキの2択みたいなところあるんで、まあハチマキとかもおるかもしれんけど、まあ基本的にまあ警戒するならタスキ、まあこいつを持っとる可能性はあったんで、まあ一応引いたって感じですね。で、まあここは猫騙しから入ってくれたと、めちゃくちゃラッキーですね。ここ飛び膝から入られとったらポリツー2体しない可能性が全然あるんで、弾なんでね、しかも相手なので2体しない可能性しかないんで、まあとりあえずここはまあ、うん、あ相手ここコジョンド引っ込めてくるんやって感じだったんですけどね、私普通に突っ込んでくるかと思ったんですけど、ポリツーの守り読みかなって感じでした。
したね。で、最後デデンネが出てきて、あ、これは勝ち確ですね、みたいな。もうさすがにデデンネ出された時点でも勝ちは確定しましたね。デデンネは舐めすぎやろと。メタグロスでしたね。メタグロス出されとったら、まあ、多分負けとったかなって感じだったんですけど、まあ、ここでデンナだったんで、なんか楽勝っていうか、なんかラッキーみたいな。しかもここで急所に当たるっていうね。なんか結構私このゲームはね、運が良かったですね。まあ一応お盆の実発動されたんですけど、まあ一応ね、まあ冷凍ビームとか適当に打っとけば大丈夫ですし、もしね、トリックルームがこれで切れちゃったとしても、まあポリゴン Z ね、余分の実あるんで、上からってか、相手の攻撃耐えて、そこからトライアタック、九州にさ当たらんとけばね、トライアタックで倒せたりとか、まあ破壊光線打ってもいいんでね、はい、まあ倒せるんで、まあ一応デデンでさえ、このポリ2で処理することができたら勝ちみたいなところなんで、まあとりあえず怒りの前はと、いい技持ってますねって感じなんですけど、まあでも多分ね、このデデンネは怒りの前までポリツー削るよみたいな感じで入れたんかなとか思ったんやけど、格闘2枚追ってさね、めちゃくちゃポリツーに熱いのに、さらになんかポリツーに熱い感じでさ、ポケモンを選出してくるって感じでね、結構おおって感じはしましたね。めちゃくちゃなんかポリツー意識すげえなと思って、メタグロス出される方がね、ポリゴン3匹使ってる側からしたらめちゃくちゃきついんですけどね。メタグロスとか鋼タイプ、とりあえず鋼タイプ出されたらめちゃくちゃきついんで、ほんとやめてくれって感じだったんですけど、メタグロス出てこなかったんでね、そんだけでなんかめちゃくちゃありがたかったですね。で、しかも私結構運良かったんでね。で、今ここは一応ね、この、まだトリックルームかかな?まだトリックルームが残ってるんで、まあ、ここはね、上から確定で動けるんで、まあ、とりあえず放電でしたね。なんとなく放電。ここで麻痺ってくれたら、まあ、ラッキーぐらい。なんかラッキーぐらいの感覚だったんですけど、ここでね、コジョンドが、まあ、素早さが、ね、下がったことによってトリックルームが残ってた場合、まあ、一応ね、ポリゴン、Z の、そう、ポリゴン Z の上を取ってくるようになるんですけど、まあ、ちゃんとトリックルームをここで切れてくれると。トリックルームとか全く気にしなかったっけね、ターン数、この時私。全く気にしなかったですね。なんかもういけるやろうぐらいの感覚だったんで、何も気にしなかったんですけど、ここで麻痺引いたのはね、ワンチャントリックルーム残ったまんまとかやったら結構厳しかったですね。上からでデンネで、まあ、ボルトチェンジプラス、こいつの飛び膝蹴りで落とされてた可能性があったんで、ちょっとね、危なかったなってのはありましたね。まあ、でも、まあ、ちゃんとね、トリックルーム切れて、しっかりね、トライアタックで倒すと。で、ラストでデンネなんですけど、まあ、これ相手が上から動いてくるとは思うんですよ。素早さ全く振ってないんでね、こいつ。ほぼほぼ振ってない状態なんで、多分デデンネの方が上から動いてくるとは思うんですけど、まあ、デデンネがね、このポリゴン Z をね、一撃で倒すはずないんで、ほっぺすりすりの麻痺で、まあ、一生麻痺り続けるとか、そういうことがない限りは、まあ、負けはないと。多分動いてくれるだろうということで、まあ、一生動かんかったらマジ負けるけどねってぐらいの確率だったんで、まあ、とりあえずなんとかなるっしょ。ってことで、まあ、トライアタックを最後、ポリゴン Z が決めてくれて、勝ちと。しっかり勝ちましたね。まあ、久しぶりのポケモン対戦だったんですけど、まあ、伝説ポケモンいなかったのと、鋼タイプのポケモン出してこなかったのと、あとね、なんか知らんけど、デレネとかいうね、ポケモン投げてきてくれたおかげで、まあ、勝てたって感じでしたね。対戦ありがとうございました。はい、ということでね、まあ久しぶりの対戦ということで、まあ1戦目のね、これ動画にしたんですけど、まあ2戦目の方はね、ガラル山頂とのね、対戦となっておりますんで、ぜひぜひ見てくださいということで、まあ2戦目の方やっていきたいと思います。はい、じゃあ2戦目の方やっていきたいと思います。2戦目の相手はガラル山頂がおるということで、まあ絶対絶対に相手はガラル山頂ね、この構築に出してくるなってのは分かってたんで、3匹絶対全部出てくると思って、私も選出の段階で生拳、ランタン、ゴリランダーはもう切りましたね。いや、さすがにこのふざけたって、ふざけではない、私的には超真面目なんですけど、まあ他の人から見たらね、なんかふざけとるようなね、この構築3匹しかおらん。しかもポリゴン、ポリ2、ポリ Z、なんか統一感あるっていうことでね、相手はさすがにガラル山頂全部出してくるなっていうのがね、まあさすがに合わせてきてくれるだろうということでね、まあ3匹選出予想で、まあやっておりますということで、対戦よろしくお願いします。はい、対戦の方やっていきましょう。対戦よろしくお願いしますということでやっていきましょう。初手フリーザと。まあ、フリーザね、何してくるかさっぱり分かんなかったんですよね、私。そう、ポケモン対戦全然やってなすぎて、そう、フリーザとかね、何してくるか分かんなかったんですよね。とりあえずタイプがエスパータイプが入っとるってことぐらいしか知らんくて、そう、心の目とか覚えるかな、みたいな。うん、そんぐらいのね、知識しかなかったんで、とりあえずね、ここはね、電磁波打ちましたと。で、相手がラムだったらめんどくせえな、とか思ったんですけど、なんか知らんけど壁張ってきてくれたんでね。まあ、とりあえず、まあ、ラムではないだろうと。さすがに壁張りラムとかあんま見らんけんさ、さすがにね、まあラムじゃないっていうことで、まあ麻痺通って、で、ここはね、回電波私打ちましたね。
相手勝ち気なんで、特攻2段階上がっちゃうんですけど、まあ、回電波もね、特攻2段階下げる技なんで、壁ターン枯らすって意味も込めてね、まあ、一応回電波打って、まあ、プラマイゼロなんでね、ここ。はい、とりあえず壁ターン枯らそうと思って、タスキも割れてないし、まだ余裕かなっていうことで、しかもポリゴンの方がね、素早さ今上取れてるんで、まあ、余裕持って行動できてるんでね。まあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあさすがに回電波連打するのもめんどくせえなと思って、まあ弱点保険さすがにね、壁張り弱点保険とかねえだろうと思ってさ、ここはね、イカ様打ちましたね。さすがにイカ様大丈夫だろうと思って、イカ様打って、まあちゃんと入ったと、ダメージ入ったと。で、しかも相手瞑想なんで、まあ一応ね、ここ、小風とか打つよりか全然イカ様の方がね、多分良いと思うんで、まあイカ様物理なんでね、ここでどんだけ瞑想積まれても大丈夫かなと思って。で、あと相手リフレクター持っとったら打ってくるかなとか思うんですけど、多分相手ね、リフレクター打ってこなかったんで、結局これ最後まで。なんで、まあここ急所ね、急所。急所なんで結構入ったなとか思ったんですけど、多分相手リフレクターなかったんかな、わからんけどね。そう。で、弱点保険でもなかったし、何の方なんやろうとか思いながらやっておりましたと。で、まあ、とりあえずね、もうここすることないけんさ、とりあえず、まあ、イカ様打っとくだけで、まあ、相手は自己再生連打するとか、まあ、そういうことしかできんけんさ、まあ、とりあえず壁ターンも枯らせるし、いっかなーってことで、まあ、とりあえずね、ここはイカ様連打に入っておりますと。でもね、これ一つね、まあ、ちょっと、やばいなと思ったことがあって、まあ、イカ様 PP 増やしてないんで、PP 増やしたら自己再生で16まで行くんですよね、確か。そう、やけんね、さ、自己再生連打打たれまくったら、ワンチャンね、イカ様の PP が先に枯れてしまうとか、そういうことが起きるなとか思ったんですけど、まあさすがにどっかで一回痺れてくれたりとかもするだろうと思ったし、急所もね、もう一回引けば、まあかなり楽やなということで、まあとりあえず私はね、まあここはイカ様連打ですね。ひたすらイカ様連打。ここ風は打ちませんと。ここ風は打つだけなんかちょっとめんどくせえなと思ってさ。そう、ここからしかもさ、95なんよね、命中率が。そう、95やけんさ、外れる可能性があるけんさ、それも怖いけんね。まあ、相手の素早さ下げて、まあ、ね、勝ち気でね、特攻上げられるのも嫌やし、ってことで、まあ、イカ様しか打つことねえよ、ってことで、イカ様とりあえず打ってます。まあ、相手が交換してくるか、まあ、このままね、フリーザ切るかどうか知らないっていうか、まあ、どうでもよかったんですけど、まあ、とりあえずイカ様連でですね。まあ、相手は、まあ、ここで出してくるとしたら、裏で受けるために、で、ここ瞑想なんやって、私びっくりしましたね。ここ瞑想打ってきましたね。いや、普通に再生打つか、それか攻撃技打って、まあ、タスキ、多分、ポリゴンってタスキ結構警戒されがちなんですよね。そう、この3匹の構築でやりよって、ステラ巻かれること結構あって、そう、ポリゴンのタスキ潰しに来る人結構いるんで、もうポリゴンのタスキ結構警戒してる人多いけん、ポリゴンのタスキ潰すんかなとか思ったけど、まあ、そんなこともなく、しかもフリーザを取っとくっていうね、謎行動。なんかめちゃくちゃ謎でしたね、この時。で、ファイヤー出てくると。で、ファイヤーはね、まあ、一応逆上で HP 半分以下になった時、ちょっとめんどくさいことになったり、速攻上がってね、ちょっと火力上がったりするんですけど、まだね、このポリゴン、一応ね、一応タスキ残ってるんで、ここで電磁波さえ当ててくれればめちゃくちゃ余裕だなと思ったら、なんか知らんけど、挑発打ってくると。まあでもね、一応ファイヤー最速だったとしても、素早さをね、1段階下げとけば、まあ楽かなと思って。で、ここね、まあ、小風打って、で、素早さ逆転して、まあ、次、回電波でなんとかなるんじゃねとか思ってさ、そうそうそう、そういう感じで、まあ、やっておりますんで、まあ、ここあれだけ見されたの、ちょっと、あ、やばくねとは思ったけどね。じゃあ、最初から回電波から入るのもありやったかなーとは思ったけど、しかも硬いっていうね。ファイヤー結構硬いっていう、びっくりしたね、この時。まあ、一応多分まだ壁残っとったんかな、この時。今ね、後付け実況なんで、もう、その時の記憶あんまりないんですけど、多分壁残っ取ったんかな、全然入らんわと思ったけど、まあ一応逆上でさ、まあ逆上入ってなかったっけ、まあラッキーということで、逆上圏内入ってなかったんで、まあいいかなということで、はい。で、まあここは高風連打ですね。まあ素早さ下げとけばね、まあ2段階下げとけばポリ2ですら上取れるようになるんで、まあとりあえずこいつがどんだけ特攻を上げようが何も怖くないということでね、はい。しかもまだこいつタスキ残ってるんで、そう、高風さえ外さんどけば、まあ余裕かなと。高風さえ外さんどけばいけるなということで、はい。まあ、ここはとりあえずポリゴンは、まあ、小風連打打ったかな多分。小風連打したはず。で、まあ、とりあえずポリゴンは私切る予定なかったよね。そう、ポリゴンが多分唯一ね、フリーザに勝てるポケモン説があったけんさ。そう。まあ、一応ね、ポリ2と、フリーザの対面になった時に、ワンチャンフリーザの方が上取っとって、で、自己再生打たれて瞑想積まれて積みになったりとか、そういうことがまだ可能性としてあったんで、まあ、ポリゴンでちょっと対面した場合は全然良かったんですけど、まあでもさすがにね、ちょっとポリゴン残しとかないと、フリーザやばくねっていうか、フリーザ結構きつくねって、そう、瞑想と自己再生連打。で、相手が一生麻痺引かないというかいう可能性もあったんで、まあそうなった場合ちょっときっついな、ポリゴン2と対面させた時きっついなーとか思って、
ったんですけど、私これデンジャー売ってますね。ポリゴン切ってますね。うん、まあ切ったね。なんかもうどうでもいいやと思って。で、こっから多分私のプラン的には、あれですね、ポリゴン2が一応ね、HB ベースなんですよ。そう、HB にがっつり振ってるんで、まあ、耐久、物理耐久ゴリゴリにあるんで、まあ、多分サンダーが鉢巻きだっても、雷鳴蹴り耐えるんですよね。多分、わからん。ダメ消してないけんわからんけど、まあ、耐えるんじゃねえと思ってるんで、まあ、多分大丈夫ということで、まあ、とりあえず、まあ、ここポリツー投げて、で、ポリツー何するかって言ったら、まあ、トリックルームしかないよね、ということで、まあ、トリックルームですね。で、しかも特攻上がってね、まあ、火力も上がるんで、まあ、私のプラン的には先にね、トリックルーム打って、そこから放電か、冷凍ビーム。うん、これとりあえず押しとけばなんとかなるかなと思ったんですけど、トリックルーム中ね、フリーザの方がね、素早さ上になってるんですよね。まあ、ポリツーと、まあ、フリーザ対面したら、まあ、どっちが早いかわかんないんですけど、ポリゼット無フリっつっても、一応ね、電磁波入って麻痺ってるフリーザよりかは足が速いんですよね。そう、ポリゴンと、ポリゼット、だいたい素早さ同じなんで、うん、やけん、まあ、トリックルーム中だったら、あいつ、フリーザの方がポリゴン Z より速いんですよね。うん、やけんやべえとか思ったんですけど、なんか知らんけど、ここ凍ってくれたんで、ラッキーでしたね。まあ、私のプラン的には、まあ、再生連打して、そう、まあ、トリックルームターン枯らしてからでもいいかなとか思ったんですよね。トリックルームが枯れるターンで、まあ、サンダー突破すれば、まあ、あとはもう、フリーザと対面して、まあ、なんとかなるんじゃねとか、そう、ポリゴン出て破壊光線打っとけば、とりあえず勝てるわ、みたいな感じだったんで、まあ、ここがあんまり氷は意味なかったんですけど、まあ、一応ね、負け筋としてはサンダーの雷鳴蹴り急所っていうのがあったんやけど、まあ、それもなかったんで、まあ、とりあえずここはね、まあ、凍ってくれて、まあ、自己再生安定に打てるっていうか、うん、まあ、とりあえず自己再生連打、トリックルームをね、一応、まあ、枯れそうっていうか、親剣ここでもう一回ね、自己再生打ってます。相手がもし氷ここ解放されたとしても、まあ、一応ね、自分でトリックルーム張ったのに自分でトリックルームを消費しないといけないってことに気づいたんで、で、ここでね、残りトリックルームターンが1体になったんで、まあ、とりあえず放電でも冷凍ビームでよかったんですけど、ここはね、絶対冷凍ビームの方が良かったですね。なんでかっていうと、放電より冷凍ビームの方が威力10高い剣、まあ、威力高い方がいいよねっていうだけなんやけど、まあ、とりあえずね、まあ、ここはまあ、トリックルーム枯れるターンに、まあ、一応突破できて、っていう感じで、で、ここはね、多分、ポリツーは引くべきなんやと思うね。うん、ポリゴン Z の方が早いんですよね、多分。そう、ポリゴン Z の方が早いのは確定してるんで、ここポリゴン Z に引いた方がいいよね。まあ、一応フリーザが自己再生打ったところで、まあ、ポリゴン Z の火力的には耐えれないはずなんですけど、なんか知らんけど私はここ突っ張ってますね。うん、ここ負け筋なんですけどね、実は負け筋なんですけどね。うん、フリーザの素早さ速値全然分かってなくて、この時100ぐらいあるんかなとか思ってたんやけど、まあ、そういうわけでもなかったみたいで、素早さ振ってなかったんかな。なんかポリツーが上取れたんで、まあ、これは勝ちと。うん、これは勝てましたね。結構危なかったけどね。てか、ポリゴン Z 出さずに勝てたっていうね。うん。じゃあ、分かったわ。この時私多分ね、ポリゴンとポリ2だけでこの2、うん、この相手のガラル山頂を倒したいっていうのがあったんでね。はい。対戦ありがとうございました。そう、私ね、多分これ最後ね、ポリゴン Z 出さなかったのは、ポリゴンとポリ2だけで勝ちてえなと思ったんで、まあ多分ね、こんな感じで最後ね、突っ張って負け筋をね、ちょっと作っちゃったんですけど、まあね、無事勝てたということで、まあね、勝ちはとりあえず OK ということで、まあね、良かったということで、まあ、今回はね、一応このガラル山頂3匹と、まあ、久しぶりのね、レード対戦をポリゴン、ポリツー、ポリゼットの3匹だけでね、対戦しましたということで、まあね、今回はね、一応ね、ガラル、今回は一応ザシアン、そう、ザシアンをね、倒すことを目標に、ザシアン入り構築に、まあ、2勝というか、まあ、ちゃんとね、まあ、勝ちたいなということで、まあ、やっておりまして、一応ね、次回、まあ、倒すポケモンというか、もう動画撮れてるんでね、まあ、何のポケモンかというと、まあ、ね、バドレックス。はい、黒馬バドレックスですね。黒馬バドレックスは、まあ、一応ね、勝率 100% なんで、まあ、次回はね、黒馬バドレックスを3匹だけで倒す動画になると思うんで、ぜひね、気になった方はそちらの動画の方も見てください。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。